ダメだって。3000円してた。まあ、やってるよね。はけるはけるかな。27.5。ウォールコートの。いやー、骨折かな、これ。学生だからな。なんだろう、それがもしかしたら横浜で乗った瞬間からかもしれないけど、すごい怖いです。全然覚えてなくて。
やもう2時間今日2回やってやるんですよね。初戦と。入る気しない。ああいうボレーできない。来るボレーなんですよ。あ、何タイムさ、結構わかんないけど。ヒート2度目ですが。違う、ちょっと待って。トータルだからいいのか。いいで。30秒ぐらい。え？全然わかんない。全然多い。ちょっと気にしてた。わかんないよ、これ。そういう袋優勝によって変わるんだよ。そういう感じで、ここまでさ、5分だよ、5分経った5分っていうか、4分だよ、長いよ。なんでこれ、すごいね。これ結構大混戦だね。だって連続10分ぐらいバラに離れてるし、うん、だってそう、ほら19分で10分だよ、13分。あれ20分で確かダメなんですよ、入りで。
よし。
まあ、あれは別、あれは別。
あとはタッキーさんとかいや多分ツポーンってこれはやんないよ。え？ガラケー？全然値段に全然違和感を感じてなさそうだ、うん、どうでしたか、定価よりっていうふうな反応だったはい2番で選んだ結構全然安くしてるよ、うん、刺繍入れてると大体定価が普通に6000円ぐらいになるから、うんはい、よっしゃそれ考えるとやるんじゃないかな男性の上に表記間違えたかったあ、俺直しといたっていうかあの、5500円じゃんあの、掲示板直しといた嘘、あれ直ってる掲示板直しといたカーブぐらいにあ、本当だ、知らなかった男性用上は5500円だから左手からカタログ見たらさえ、カタログ見たってあ、あの写真のやつかそうそうそうあ、そうそう、確かに確かに警報はもうあれだけど、そう、そっちは直しといた。ああ、助かります。うん、女子は5000円。女子は5000円のままだった。あとで、いや店長に話してます。
4位トーナメントまとめて世界大だからそれの集計をどうやるかっていうのを今悩んでる。だから申し訳ないけど多分新井さんにお願いするか、あのブロコで一時的に使わせてもらって集計をするか、どうめーす、ね、分かりました。ノート絶対言うかな。どうやって集計するかの問題なんだよ。渡すのかどうするかだな、うん、まあ、一応具として公式でやってるから今回は、うん、だからそこをどうするか、うん、そうだから今回は個人的なやり方のところが具としてやってるから、うん、新井さんみんなに確認して、うん、だからこうだからこうしましょうって話をする、あとは具としてやってるから、まあ、まずはそこの辺は行くって言ってくれそうな気もするけど、うん、よいしょ。だからどうなんですかね、具としての講座ってあるんですよ、あれフィリピンとかでやってましたから、ね、あんまそういうやり方もやってない、エントリー費を取りやったことあるんですね、だからあの、もうね、多く入れたり、少なく入れたりっていうので、すっごい大変なもんですよ、だから若松さんはもうそれを食らってるから、あ、そういうの、そういうの、そうそう、ちょっと俺が一日取って遊ぶのがいいのかな。そう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 、逆にこれはやれるよ、この他の人だよね、いい日があったよ、コート開き、あそこはね、狙おうと思って、いや、コート開きの日に全部ウェアモンジャー配布にしますっていうふうにするから、うん、それでいいんじゃない、どう、狙えるかなと思ったら、どう、あーごめん、飛んだごめん、それでどっちもできる、大扉開けだけ的な感じでして、そうじゃん、じゃあ俺変わっていい、その日が一応第一回処理で、その場合はできる限りあの皆さんにお渡しの上建て替えを、そうじゃん、お前そっちに行く、あれがない、多分はそれで行きますと、そう、足が出たら少し終わりなんで、でも一人一人返金っていうのが大変なんですよ、これ以上細くなっちゃうからさ、どっちもできる、どっちも休めればいいんですけど、調子調子ある程度まで、そのある程度はすごく重いですよ、はい、しゃっ、コート開きの日でいい収入なんですよ、ウェアも3月上旬に開いてあったから、その辺かなと思ったら、コート開きを合わせてやるっていう試合の方がいいな、うん、あれさ、ちょっとそろそろ行くI'm sorry.
筋肉ですか。あの体勢からあそこで打つのなかなか筋肉です。
多分そうじゃない。